いつも通り、まあ、ちょうど時間帯がね、この時間だから、それもいい。女子の 400m ハードルの予選の2組、この組には女子ランナーでトップの桜井さんが第4レーンに出場です。桜井さんは昨日 400m 競争を優勝しております。さあ、その桜井さんと、そして空気の基準の高度な、さあ、吉野西尾さんでしょうか。この勝ちハードルを先行できるのは第3レーン西尾さん、そしてその隣が桜井さん。予選は2着プラス2です。外側から新島学園清水さんも上がってまいりました。先頭は吉尾さん、吉井、そのトップ